こんにちは、ジャパネット寺田の阿部ちゃんです。2号のみーくんです。花です。はい、ということでまた阿部ちゃんと2号で、はい、お届けするジャパネット寺田、はい、中古車直売所の番組なんですが、はい、今までいろんなメーカーのね、はい、お車をお売りしたりとか、はい、皆さんに大好評いただいておる番組なんですが、はい、今回なんと、はい、満を持して、はい、番組初、はい、ホンダ車でございます。なかなかホンダ車ってあんまり売らなかったんですけど、いや、なんかホンダ車は、うん、まあ、YouTube よくご覧になってる方だとね、うん、もうなんか神のようなお店があるんですよ。ホンダシビックタイプ R といえば、うん、あそこだねみたいなお店が実はありまして、うん、うちまだほら紹介してなかったんでね、ホンダ車、うん、あー、これちなみに、はい、実はその、うん、なんか日本で一番なんか、ね、販売した会社があるらしいんですけど、うん、実はそこの査定よりも、うん、トラスト客のが査定金額低くございまして、なんとじゃあなぜここに車があるんだっていうお話からね、今日のセールストーク皆さんにお届けしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください、はいはい、お願いします。名前深い盛り上がってますか。イエーイ、そんなあれがあったんですね、この車は。そうです、はい、なんでうちに来るのかなっていう、まあ、疑問がありながら、はい、まあ、当然お客さんには、ね、当然、ね、うん、事情聴取するわけですよ。そうですよね、だって高いところに行った方がいいじゃないかって、はい、だってあっちの方が高いんであっちで売りますっていう話で帰ってたわけですからなるほどね、なんでうちに来るのって話で、はい、その後連絡来て、そう、やっぱり売りますっていうことで、はい、いや、だってうち安いっすよって言ったら、いや、その金額でいいですって話で、なんでそんないわくつきのお車ですか、今日紹介するやつ。何、返品されたとか減額されたとか、まさかの、うん、いや、そんなことはないです。あ、そうなんですね。車はもう本当にちゃんとした正真正銘のいい車です。いい車です、はい、ただその、はい、やっぱ新しい車を買う、よくディーラーさんも同じなんですけど、うん、新しい車買うときって納期が長いじゃないですか。そうですね。で、その時に今の値段は出せるんですよ、うん、あ、だけど、仮に何ヶ月も先の値段は保証できないっていう話なんですよ。なるほど、うん、分かりました。二重査定じゃないですか。そうですね、2回査定しないといけない。仮にね、500万ですよってね、今だったら500万で買い取りしますよって言ってて、うん、じゃあ半年後だったらいくらで買い取ってもらえるんですかって言ったら、うん、いや、それは半年後にならないと分かんないですよと。まあね、うん、思ってもですけど、うん、だから今のその500万は出せないですよと、うん、もしかしたら400万になっちゃうかもしれない、350万になっちゃうかもしれないですよ。なるほどね。それはその時に決めさせてくださいと、うん、っていう話だったんですけど、まあちょっと曖昧ですよね、はい、そのニュアンスというかね、はいはい、みーくんは低かったんですけど、うん、当然すぐ売るわけじゃないので、うん、そのこの日、うん、いわゆるその先の査定した日、うん、その車引き上げる時の値段で金額を出してるわけです。なるほど。もうあれですね、先を読んだ査定の金額で。これね、実はこの先を読んだって言って先読めるんだすごいねこの人とかってね、すごいね、紙のように感じるかもしれないですけど、はい、3回ほど失敗してますんで割とね、うん、やらかしてますから。やらかしてます。やらかしてるんですよ。でも今回のお車に関しては、はい、割と適正だった感じで。適正、うん、そうですね。やっぱり少しやっぱ下がったんですよね、これ ね下がったんですけど、はい、やっぱ程度によるんですよね、うん、やっぱ程度のいい車はそんな下がりにくいっていうのがあって、これもやっぱ小売りをメインで、ね、仕入れをしていくっていう風な流れで、うん、刺した値段なんですよね。なるほど。はい、もともと状態がいいと、うん、オークションに出す金額ではなくて、うんうん、小売りではこれくらいかなっていうところで買える。そうですね。例えばその仮に半年後で、小売りするんだったらこのくらいの金額で小売りしたい、うん、でうちの、まあ、当然ね、営利企業ですから、うん、まあ、その時に、まあ、いくらかの利益を乗せて販売したいっていうのがあるわけですよ、うん、そうすると査定額がおのずと決まるわけですけど、うん、はい、だその金額が、確定させられるか、
曖昧にするかっていうことなんですよね、はい、これ売る側からしたら、はい、もちろん確定してる方が出しやすいですね。だって確定してなかったらどうするんですか、100万持ちちゃったら。いやこれ結構あるんですよ。例えば、うん、まあ、これホンダで言いますけど、うん、新型の FL5 ってあるじゃないですか、うん、FK8 乗ってる人が FL5 に乗り換えるパターンってすごく多くて、多い、ね、はい、で多分それもこのお客さんもそうなんじゃないですか。そうですよね。そうですよね、はい、で今でも納車結構待ってる方とか、うん、新型はあるので、うん、それの絡みだったんだと思うんですよね、うんうん、でもやっぱりもう確定してる弊社の代表の方が、うんうん、F1 店長より一歩先行ってたと、うん新 F1 やってないから。いや、あの、すいません、やってないです。あの、それ衛星な情報流すんじゃないよ。衛星情報流すんじゃないよ。まあ、もう初めて売るような車なのに、はい、すいませんでした。そうですね、まあ、そういう経緯があって、はいはい、あの、買い取りさせていただいたお車で、はい、さっきあのお伝えした通り素性はすごくこれいいんですよ。だからもう最初から小売り目的で買い取りさせてもらってるんで、うんうん、普通だったら仮に業者オークションに投げたらいくら利益出るかなっていうような感じでやり取りするんですけど、うん、いやそこじゃないよと。なるほど。これは小売りしていく、はい、ね、こんないい車、ね、市場に流してね、よその、ね、一番売ってる会社で売られちゃったら困るぞ、ね、あそこは新車販売なんで。あ、そうなんですね。そう、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。中古は大丈夫です。そうなんです、まあ、ということなんでね、はい、少し車の概要をお伝えするんですけど、はい、こちらは、うん、なんと平成27年の、うん、FK8 シビックタイプ R でございまして、うん、お色が、まあ、一番人気、うん、一番無難と言ってもあれですけど一番人気のチャンピオンシップホワイトでございます、はい、でなんとこちらのお車ワンオーナーでございますお客様が新車で買われているというお車でして、はい、で走行距離も今4万8000キロ台なんですね、うん、まあ、なのでまだまだこれから全然乗っていただけるお車、うん、という形なんです、うん。で今日ご紹介するこちらの動画では買っていただくとめっちゃくちゃ購入していただいた方にお得というか特典ございまして最後までぜひご覧くださいね、はい、じゃあまずちょっと車の方、はい、ご覧いただきたいと思うんですが、はい、一応弊社でも車の傷の状態によって車にこうグレードというか、まあ、オークションの評価点みたいなのをつけさせていただいてるんですけど弊社基準結構厳しめです。厳しいんですけどこれは一応 4.5 点っていう評価基準でやらせていただいておりまして。わかんねえじゃん 4.5 点とか言われたって 4.3 点とどう違うのまあそう言われるとあれなんですけど、はい、4.5 点のオークションの車って どうですか見てて。まあ 4.5 点だと普通に加修をせずに販売できる車っていう認識はあります。そうですね、はいはい、だからそのよく見ると、うん、例えばちょっとあったりとか、うんうん、でもそれを直すべきレベルじゃないよねっていう傷がついてる車が 4.5 点というイメージですね、はい、そうですね。5点とかになっちゃうと、うん、いやどこにあるんですかって探すのが大変っていう車だと認識しております、はい、なるほど、はい、でこの車も、うん、今から説明する傷の箇所なければ、うん、まあ、5点って言っても過言じゃねえかなぐらいの勢いなんですね、はい、あ確かにね、はい、あのさっき言った厳しめっていうのはね、はい、あのいやそれあの5点って言ってたけど実は 4.5 じゃねえかよっていう人が現れる可能性があるので厳しめに評価するっていうことですね、はいはい、じゃあ傷ちょっと説明しますね、はい、一番大きい傷がついてる箇所は、うん、はい、あの身長が普通の、うん、普通の人間くらいあると見えないです、うん、ただこう小人このくらいの身長の人はね見えちゃうんですね、うん、ここここよくありますよね、ここですね、もう先端、はい、こことそっちも同じとこです。あーちょっとね、はい、あの縁石とかね、あのコンビニのね駐車場とかでね、そうここ一番出っ張ってるんでね、触っちゃうったりね、はい、これ純正の足回りなんですけど、はい、もともと割と低めなので。あそうだよね、はい、スポーツカーだからね、はい、で逆に言うとここ以外は、うん、もう目を皿にして探さないと、うん、目皿にしてもっていう感じ。確かに。そう、どうしてもこういうほら、うん、あの石が跳ねて傷ついちゃうこういうところとかは、うん、四輪ね、ありますけれど、うん、この表面の部分、うんうん、まあ、ほぼ傷ないです、うん、確かにね、はい、うん、これはあの普通にディーラーの認定中古車とかで売ってるような感じのレベルの車ですね、はい、はい、まあ、あの何もせずに販売できる車ですね。そうなんです、はい、で傷の程度は本当それぐらいで、うん、
こちらの車もまた非常に私たちも扱いやすい物件になっておりまして、うん、車自体はノーマルです、フルノーマル、うん、なんですけど、うん、こちらのアルミホイールをご覧いただきたいのですが、 あれじゃないですか、おじょんぽうじゃないですか。おじょんぽう。何それ。これおじょんぽうって。え？こう。おじょんぽう。おじょんぽう。おじょんぽう。こうする。おじょんぽうがついてるってことですね。もう何をおっしゃってるんですか、もう。はい、こちらなんと。はい。モデューロでございます。モデューロって呼ぶんですか。そうなんですよ。おじょんぽじゃないんです、ね。おじゃないんです、ね。我らが土屋圭一大先生が開発アドバイザーのモデューロホイールです。あらららはい、いいホイールなんですか。このホイールめちゃくちゃ価値高いでございまして、はい、はい、まあ、新車の時にね、はい、買ってつけていただいたと思うんですよ、はい、これねオプションで1本うん万円っていうホイールでして、うん、これ例えば中古で4本あったら絶対30万くらいで売れちゃう、おースーパー人気ホイール。外せよ外せよだから言ったじゃないですか、特典があるよって。なるほど、なんだいやらしいな最近。そう、後出ししますかね、ちょこちょこと、うん、あ、だからここに鍵ついてるんですね、これ。そうなんですよ、はい、盗まれちゃ大変なんで。盗まれやすいやつだから。そう、はい、ある朝レンガのブロックになってたりとかね。あー、恐ろしいことが起きることがあるんですね、はいはい、で、タイヤも見てください、はい、71RS、 71RS だって、はい、やだやだ。で、タイヤの方が、はい、2022年はい、製造なんで去年じゃないですか。バッチリでございます。そのまま使えるじゃないですか。そのまま使えます。そのまま使える。バリ溝そのままいける、はい、あららで一応変更点としては、はい、なんかここですかね、うん、なんでなんだ黄色じゃないかこれ俺初めて見たこういう黄色いやつ。はい、黄色、ま、何純正、純正なんですかね、社外品なのかな。黄色いの、はい、ちょっと差し色が入ってございまして、これ後ろにも差し色入ってます。え、前も後ろも何黄色なの。はい、あら目立っちゃうじゃん黄色 で、うん、だから割と、うん、シビックタイプ R って外装も、うん、ある程度、うん、仕上がってるんで、うん、このまま乗る人多いじゃないですか、うんうん、だからね誰の車か分かんないよって、うんなる気もしますけど、うん、差し色が入ってることで俺だみたいな。そう、あ、ミー君だ走ってるとすぐ分かっちゃう。あらららららら、ね、なるほど。そうこれ好き嫌い出るんじゃないですかこれ、まあ、好き嫌いは出ると思います。この黄色これ出ると思いますけれど、これどうにかなんないの、はい、まあまあ最後まで動画見てください。はい、まあまあまあ、はい、で一応内装の方もね、はい、ご覧いただきたいんですが、はい、いやいいね。おお、はい、全然まあ、4万8000キロ走ってはいますけれど、うんうんはい、まあそうだね、シートのそのほつれがこのぐらいで済んでるのね、これ。そうですね、こうね、ここの、はい、この辺ちょこっとね、この辺、はい、目立つ破れはないですね。ないですね、はい、でほら、こういうとこだいたい肘置きになると思うんですけど、うんうん、擦れやすい素材だけど、うん、そんな全然擦れもないですし、うんうん、で一応こちらにシリアルナンバーが入っておりまして、うん、R の024268、うん、最初の方のタイプ R ですね、うんはいうん、でナビも純正のギャザーズ入っておりまして、うん、もう整備もバッチリですねこれ。そうですね、だいたいこの白いこのテープついてるのはだいたいバッチリですよそうですね、トレーのね多分シールかなんかが、はいはい、シールついてるバッチリですよ、はいはい、内装についての劣化に関してはシートがちょっとっていうだけですね、はい、ほぼね。そうですね、はい、変な匂いとかもないですね。ないです、ないです、はい、もちろんないです、はい、でリアシートも、うんまあ、ほぼ使ってないんじゃないかなぐらいの勢いでして、うん、5人乗りですね、はい、バッチリです、はい、あとエンジンルームとか、はい、ぜひぜひ見せてください。エンジンルームも、ほう、あ、悪くないですね。悪くないどころじゃないですね、うん、あ、そういう意味ね、はい、悪くないどころじゃないよって話で、はいまあはい、ほぼほぼもうノーマルですし、はいはいはい、あ、程度はね、カタログと変わらないかな、まあ、安心して乗れる車ですね。そうですそうです、はい、特にいじってもない、うん、ノーマルっていいよね。ノーマルです。説明しなくていいもんね、はいはい、カタログをご覧になってカタログご覧くださいっていうやつで、はいはい、非常に売りやすい車ですね。素晴らしい、
はい、楽に売れる車ですね。はい、ね、うん、そういう案件しか扱ってないんです。最近そうなんです。すいません本当。最近なんかあの売ってから安心できる車しか売ってないんだよね。うん、そうなんです。だから売れちゃうんですすぐ。本当に買う人も安心だからね。買う人も安心。なるほどね、その通りです。はいはい、で一応車検の方が、はい、こちらご覧いただきたいんですけど、はい、令和6年の11月まで。はい、ついておりますので、はい、まあ、丸々ほぼ1年ぐらい、はいはい、ついているというお車でございます。なるほど、はい、すごいなこれ。素晴らしいじゃないですか、うん、一応ちょっとじゃあおさらいしますか、うん、情報に関してね、うん、はい、はい、ちょっとそれをじゃあ、はい、皆さんにご覧いただきたいんですけど、最近こんなちゃんと説明するものが、ごめんなさい失礼しました、27年じゃなくて29年でした、はい、で2017年のお車です、失礼しました、はい、やばいじゃないですかそういうすいません最近年式が分かんなくなっちゃってる、はいはい、まあ、29年のさっき言った走行距離が 48,430 キロでございます、はい、うん、で車検の方がさっき言った6年の11月まで残っていまして、うん、お色がチャンピオンシップホワイトですね、うん、代表色です、うん、で評価点の方が厳しめの 4.5、はい、ね、あのリップの傷がなければ、まあ、ほぼほぼ5点に近いんじゃないかなと、はい、いったお車でございます、うんうん、でポイントとしてはワンオーナー、うん、ね、さっきお伝えした通りワンオーナー入ってまして、うん、でナビと ETC、うん、で書いてないんですけど、ここにドラレコもついてございます、うん、はい、でモデュロのアルミホイール、うん、ね、書いてあるんですが、うん、なんとポイントのところに書ききれない項目ございまして、何ですかそれ今日のねこの動画を見て、うん、このお車買っていただくと、なんとこちら見てください、もちろん新車ワンオーナー車両ですので、新車外しの純正ホイール、はい、4本、ピカピカなやつだ、全くほぼ未使用、うん、と、うん、この車実はグリル、この部分ですね、うん、これ一回ね変えていただいてるんですよ前オーナーさん、うん、これ変えたやつだと思うんですけど、ちょっとここ新車時の時についてそう飛び傷とかねちょっとあるんです、はい、だから今のやつピカピカなんですね、うん、ああそういうことか、そう、これ事故ってるわけじゃないの、違います、もちろん無事故車ね、無事故車です、うん、当然だね、そうねこのホイールと、はい、このまあもともとついてたやつ、うん、今新品ついてます、うん、のグリル、うん、となんと、うん、これさっきみーくんが、うん、これ好き嫌いあるよねってなんだよ言った、うんうん、こちらの純正のここですね、はい、純正の何衣装替えできるって感じ、そうなんですよ今回は何衣装もつけちゃうよっていう衣装つけちゃう感じ、はい、これ 前後ありまして、はい、こっちが前側かな、はいはいはい、もうそれも何つけちゃう感じ、これもなんと、あ、はい、これ前側ですね、ちょっと前側行きましょうか、はいはい、これね、うん、おお、そうするとノーマルになってしまうんですね、そうなんです、こう見ると今のやつでもいい、全然かっこいいと思うんだけどね、しますけどね、はい、あ、じゃあ前だけ交換したり後ろだけ交換したり、そう、確かにそういうことができちゃう、片側だけ交換したり片側だけ左右ビッコでやったりとかやだそれなんでも、はい、後ろは右で、ね、前は左とかホイールもモジューロと、あー、なるほど、純正と 前はモジューロで後ろは純正、ドリシャみたいじゃないですかこれなるほど、はいはい、そういうね、はい、今回のこの YouTube を見て、はい、買っていただいた方に限り、はい、ホームページからではダメですよ、 YouTube からです、はいはい、YouTube 経由でお問い合わせいただいた方には、はい、ホイールと、はい、まあ、まだ使えるグリルとこの着せ替えキット前後、はいはい、プレゼントです、データデータ、それって値段言ってからじゃないの普通、えこの車の値段言ってからじゃないの、いやいやいや、この車はこの値段ですって言ってから、いや実はおまけがありましてっていうのが普通じゃないですかね、総額表示なんでうちの会社、あ、込み込みで確かに最初から見せとかないと後から言っちゃうと総額表示じゃなくなっちゃうんで、でもこんだけついちゃうとお高いんでしょ、うん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 、と思います、うん、じゃあそこ発表していただいてよろしいですか、いやここにあったんじゃないか、あったあったあった、ここボードあったんで最近なんかボードでやる感じになっちゃってるんですかねこれ、そうですね、はい、見やすいように、はいはい、この令和の時代でも、はい、ボード表記で、はいはい、じゃあ呼んでもらっていいですかね、はい、では弊社の代表ジャパネット寺田代表お願いします、はい
エッチ。え？裏切った。まあ、違いますよ。はい。はい、いいですよ。はい、はい、このね、ホンダのシビックタイプ R。はい。ね、ワンオーナー。ワンオーナーです。ね、走行が 48,430 キロ、うん。ね、まあ当然事故なし。はい。ね、車検も1年ついてて。はい。色はね、年季のチャンピオンシップホワイト。うん。今回はなんと。ね、あの新車外しのアルミホイールだったり。もちろんです。ね、あのおまけがたっぷりついているっていうお車ですね。はい。はい、いいよねこういうのね。もうね、このね、何でしたっけ、はい、おじょんぽをね買ったらすぐ、はい、ね外してあゼロ車つけて売っ払えばそうね仕入れコスト下がると。そうですね、はい、っていうやり方ですね。そういうことです、はい、なるほど、はい、じゃあそろそろはい値段のお願いいたします。発表させていただきますか、はい、今ちょっとちらっと見えちゃったかもしれないけど、ダメ、チラ見はダメです、はいはいはい、なんと、ね、なんとこちらのお車、はい、込み込みですよ、うん、全部税金とか登録とか、うんね、全部つけてなんと398万円です。素晴らしい、めっちゃいいです。めっちゃいい、よくわかんない。え、そうですか。はい。探してる人にドストライク。ああ、そうですかね。こういう感じにしたい人は多いかもしれないですよね。これちなみに補足情報言いますけど、はい、今ほら新型って売ってるじゃないですか。うん、新型は今も日本生産なんで、うん、どんどん新しいの出てきます。うん、だけどこの FK8 はイギリスで作って日本に輸入しているタイプ R なんですね。うん、もう新しい車出ないです、うん、もちろん旧型なんで、ね、うん、でこの車なんと日本での販売台数って意外に少なくて8100台ぐらいしかないんですよ。1万にも満たないんです。満たないんです、うん、だからこう最近のねタイプ R を乗ってる中でもしかしたら一番希少になっていくかもしれない。で FL5 の外装は賛否両論ありますからね、はい、FK8 の方がごつくてかっこいいっていう人もいるんですよ、はい、中には、うん、だからこの値段でプレゼント付き、はい、めっちゃいいと思います。全部消費用込みですからね。もちろんです。車両本体価格じゃないので、はいはい、プレゼントまで含めた総額表示です。なるほどプレゼントじゃないかも本当は。ええ、そういうこと言っちゃダメだよ、はい、余計なことをまたすぐもうあれだ、もうすぐ外しちゃうからすぐもうこの価格はプレゼントついてなかったんですよ、うん、そうですよ。あれついてなくてこれで行こうと思っててって思ったんですけど、うん、せっかく YouTube 見ていただいてる皆さんで市内にちょうどパーツがあったんで、じゃあお客様にとって有益な情報を、はい、お届けする番組ですから。お届けする番組なんで YouTube 見てると得しちゃうぞっていうこと。そうです。だから YouTube 見てる人が YouTube 見たんですけどこれ欲しいんですけどっていうと、うん、自動的にパーツがついてくるってことですね。そうなんです。なんで、はい、現時点では販売家もあれがついてくるのは知らないです。知らないんだ。知らないんだ。ひどいな。こっちで勝手に決めてんだ。知らない。後で連絡しとく。後で。事後報告なんだ。揉めるぞこれ。大丈夫。大丈夫です。大丈夫です。そうなんだ。これ実は今、うん、弊社の販売のホームページとこの動画って今連動してやってるんですけど。うん、ホームページの方が先に上がっちゃう場合もあるんですね。なるほど。その時にもう動画見ずして買っちゃう人も中にはいるんですよ。なるほど。だってそういう人ってさ、うん、後から動画見たんですけどって言ったらつけてもらえない。ダメです、ダメです、ダメです。うそ、ダメです、ダメです。うそ、動画を見てる皆さんのために我々身を切ってやってるわけなんで。じゃあ動画見ろって話。そういうこと。じゃあ動画見るまで我慢しろって話ねえ。だってその方揉めないじゃないですか。待てとかって。ホームページだけ見て買うより傷の程度とかさ、そういうやらしい販売の仕方始めたろうね本当に。いやだからね、ちゃんとお互い合意のもと、ね、うん、はい、やらないといけないんです、いろんなことは、はい、車の販売も合意してからじゃないとダメだよね。合意してからじゃないともう、うん、すごい悪いんです、うん、はい、ね、そういうことなんで、はい、今日はこの価格でやらせていただいて、これ多分ね、うん、売れちゃう絶対売れちゃうと思う。これ売れちゃう、瞬殺だと思いますはい、確かに、はい、これは売れちゃうかもね、うん、で一応保証とか、うん、タイヤパンクのお話させていただくんですけど、うん、はい、
こちらのお車なんと今モデューロの、ねうん、ホイール履いて 71RS の2022年製履いてますが、うんうん、タイヤパンク保証付きです。おお、あっちのあの、あっちはダメです。え、あっちはダメなの？あっちこっちこっちだけです。なんで？いや、あっちほらパンクさせてザドレスにしようかなみたいな。それ悪いことしたらダメな。そういう方がいるかもしれないんでこれだけ。これだけです。なんかほらあのビッグモーターとかあの辺はやってくれてるよ。なんで あの会社と同じことしたがるんですか。ダメですよ。ダメなの？ダメです。なるほど。あのタイヤほぼ走ってないですよ、新車外しだから。はい、でも一応ちょっと古いんで。うん、はい。あの2017年、ね、だから保証つけられないんだ。そうなんです、これ22年なんで。あ、こっちは保証つけられた、はい、新しいからね。そういうことです。あっちは古いから保証つけられないよね。そういうことです。あー、なるほど ね、うん、あの、はい、溝はあるんですけどね、うん、はい。でタイヤパンクはこのタイヤについてまして、うん、で保証に関してなんですけど、うんうん、この車、うん、ぶっちゃけ、うん、程度とか、うん、走行距離とかプレゼントを考えると、うん、かなりいい値段なんですね、うん、まあそりゃそうだろうね。だってあのミー君の仕入れ価格見たらびっくりするよこれ。そうでしょ、うん、でこれに保証つけて、はい、なんか480万とか500万ぐらいで売っちゃうと、うん、このジャパネットテラトの意味なくなっちゃうんですよ。良さがね。そう、うん、だから今回はあえて、うんうん、あの自社でこれ壊れないでしょ。これ壊れない壊れない。だから自社保証はなしで、はい、できるだけ安くね、はい、お出ししたいっていうんで保証はついてないです。はい、はい、でこちらもちろん新車ワンオーナーなので、うん、取説記録簿当然ありますね。全て神です。そうですね、ね、でもちろん修復歴もなしと、うん、当たり前のことです、ね、です。全部ついてますね、取説記録簿、はい、保証書ね、全部ついてます、はい、そう、はい、だからもしかしたら、はい、この車にね、この値段に限っては、うん、あの F1 店長のところから買うより、うん、いいかな、もしかしたらお得になっちゃうかなみたいな、そんな感じ。いや、なるですよね。ただそれ狙ってんですよ、それバレました。当ててんですよ、それ。そうそうそう、この金額って。そう、普通じゃもっと高く売ってんのに。そう ね、まあ、400万以下で抑えて、そうなんです、さらに、ね、あのおまけつければ、はい、いや、これで得じゃないと思わない人はいないでしょ、いないです、っていうことでしょ。そういうことです。なるほど。うん、なので、はい、皆さん早いもん勝ちです、このタイプ R は。本当に、はいはい、競争になる、うんうん、もしかしたら、うん、ホームページだけ見て買いたいっていう人いるかもしれない、うん、そうだね。これちなみにだってこれ確かにそうだよね、うん、だって同じ仕様にしろってね、難しいもんね、これね。そうですね、だってホイールだけで30万しますから、これだって、はい、うんうん、で変にいじってなくて ね、うん、確かに。やっぱりおじょんぽはなかなかあのつけて出すのは。おじょんぽって何よ、何語なのそれ。おじょん、え、韓国語ですか。え、何。いや、もうあの違います、これはタガログ語です。タガログ語なの。そうです。私がこれ、うん、あの見た時に、うん、このホイール何のホイールなんだろうって、うん、を見たときに、うん、素直に、うん、おじょんぽって読んだんですよ、うん、何変なホイールついてると思って。あ、OJN、うん、あー、なるほどね、POW、うん、で販売家のこう見てたんですけど、違うよって、うん、こう見て、うん、モジューロだよって言われて、うん、怒られるよマジで。ホンダのファンの人に、ホンダの人に本当に怒られ、本当だ。ホンダだ。本当だ。なっちゃった、はい、読めちゃうんだもん。読めちゃうんだ。あ、やばいな、うん、まあ、ということなんで。俺もそうだよ、なんかあのなんかなんか猿って書いてあった店あって、猿猿って言ってたら、あーね、うん、猿じゃなかったな、あれ逆から読むんですよみたいな。あれ逆だったのね、あれ。もともと逆なのみたいな。そう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 。あるね、そういうのね。そういうのあった、はい。ね、そういう話はいいんですけど、はい、まあ、さっきも言った通りかなり、うん、あのお得な、はい、ね、特典もついてますし、値段的にもかなり頑張った感じしますんで、うん、ぜひね、これは買っていただかない手はないと思うんで、うん、はい、ぜひ早めに、うん、あの下記概要欄の車両販売ラインか、こちらに出てるフリーダイヤルまでご連絡いただければと思います、うん、これ車両減車確認どうですか、必要だと思います。全くないですね。らしいです。遠方の方でも安心して購入できます、はいはい、だから電話1本でご制約 OK なんで、はい、ぜひお早めによろしくお願いします、うん、で僕的にね、やっぱホンダ車は好きなので、
販売台数増やしていきたいんで、もしねこういう、まあ、FL5、FK8、EK9 そういったシビック系とかインテグラ系で程度いい車乗ってる方、うん、ぜひ弊社まで買取のご依頼をよろしくお願いします、うん、そうですね、はい、この辺のクラスの車はあの見なくても大丈夫なようなお車しか提供しませんので、うん、安心して買ってもらえればと思います。そうですね、あの仮になんかこう傷あったりこうなんかすごいのをこうすごい加修して直して綺麗にしましたって言って、うん、売るとかってそういうのあんまりしてないので、お茶しないですね、はい、この間氷害のやつもね、あ、そうですね、全然売れるコンディションだと思う、実はねあれ氷害って、うん、直すと氷害じゃなくなっちゃうんだね。あ、そうなんですか、うん、分かんないじゃん、じゃあね、いやいや分かんないほど直したんだからちゃんとあのやっつけで直してないから、はい、きっちり直したんだから、うん、でもあれでも販売はしないので、そうですね、もう本当に全然プロが見ても分かんないような仕上がりになってるんですけど、うんうん、まあそれはそういうふうなものはこの手の車、うん、このシビックのタイプ R とかこういう感じの年式の比較的新しめの車は、うん、まあ、なるべくその将来まあ表がきっちり直したとしても、うん、もしかしたらディンプル、いわゆる後からその、うん、痩せてきて、うん、こうなんかあれとかってなってがっかりされるのが非常に良くないので、そうですね、うん、そういうのがそういうのを売らないように、なるべく注意して、うん、販売していきたいと思っておりますので、はい、これは見なくても購入しても大丈夫です。色あせとかそういうものありませんので、はいはい、全く問題ないの で、はい、で今後もねお客様が安心できてお得に乗っていただけるお車ぜひ提供させていただきたいと思いますので、このチャンネルがいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。お願いします、はい、ではまた次の中古車直売所のコーナーでお会いしましょう。バイバイ。車好きのみんな集合、一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい、三度の飯より車、現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。